はい、本日はですね、視聴者の方が選ぶアークテリクスのトップ7をご紹介していきたいなと思います。はい、ということでね、いよいよアークテリクスのトップ7というのをご紹介していくんですが、ちょっと前にですね、ノースフェイスの中でおすすめのトップ7はこれですよっていうのをご紹介したことあるんですね。でその時のランキングって僕もなんとなく予想できたんですよ。おそらくこの辺入ってくるやろうなっていうことで、まあ、予想できたんですけど、今回アークテリクスに関しては全く予想できなくて、何が入ってくるんやろうなっていう感じでね、まあ、今もう集計し終わったんで何が入ってるか知ってるんですけど、あ、意外とこれ入ってこうへんねんなとかね、あ、これはやっぱ強いねんなとかっていうのが改めて再確認できましたので、まあ、これからアークテリクス買っていこうかなとか、何を買ったらいいんかなっていう方なんかはですね、このランキングで3500名の方がいやいやこれおすすめですってと、とにかくネットに紛らわされるな、この大人たちはこれを買ってるんだぜっていうのがですね、まあ、この動画で分かっていただけるかなというふうに思いますので、まあ、ご紹介はしていくんですが、いつも通りこの集計っていうのをですね、YouTube のアンケート機能の方でも聞きましたし、あとインスタグラムの方でもね、もしなんかおすすめやったら教えてくださいいうのを言ったんですね。でこの集計をしてるのが僕じゃないんですよ。僕結構いい加減やから適当に集計するからね。嫁はめちゃくちゃきっちりしてるから、嫁に集計よろしくってやるんですね。ほんで嫁から帰ってきた言葉は一応集計終わったけども、今まで集計した中で一番わけわからんかったって言われたんですね。なんかアトム AR があったり、なんとか S なんとか L なんとかがあったり、もうわけわからんかったって言ってて、とりあえず数数えなあかんから書いて数正しいっていう字やってったけども、ほぼほぼわけわからへんって言ってて、まあ、確かにアークテリクス持ってへん方とか、アークテリクスのことをお好きな方でもちょっと迷うと思うしね、LT と SL が何やったっけなみたいな感じでね、迷っていくと思うんですが、まあまあ今回ね、ジャケットだけじゃなくて小物とかもね、ランキングに入ってきてたりしますので、まあ、本日の流れとしてはですね、トップ7から、トップ7、6、5、4、3、2まで行って、で番外編、これ惜しくも実は入らんかったんですよって僕の中であるんですよ。これ入らんかったみたいなのもあったらね、まあ、それご紹介して1位紹介しておしまいという感じでいきたいなと思いますので、これは今回決して僕のおすすめじゃなくて視聴者の方がおすすめしてるというところでね、より安心感を持って、こんなうさんくさいやつが言ってるんじゃないんだぞと、日本全国の、ともすれば外国のね、このチャンネル中国の方も見てくれたりしているはるので、その外国の方も含めて大人たちが選んでるんだぞという目線で安心して見ていただければなというふうに思いますので、まずは第7位からいきたいなと思います。ではですね、第7位というのがこちらのスコーミッシュフーディーになってるんですね。このスコーミッシュフーディーというのは僕も以前動画で紹介したことあるんですけども、結構薄手のタイプの、まあ、ジャケットというか、まあ、羽織になってるので、本当に今時期ですよね、春から夏秋ぐらいにかけて一番着用回数が多くて、まあ、冬はね結構薄いので、まあ、これはもう冬はもう全く使わないんですけども、まあ、春夏秋ぐらいにかけて重宝するようなジャケットがランクインしてます。まあ、これはねちょっと時期的な問題、今ちょっとアンケート取ったのが6月って答えたんで、まあ、6月だから入ってるんかなって言われたら、まあまあその辺はそうな気もするけども、まあ、これがね、ランキングしてました、トップ7ですね。まあ、せめてねこのジャケットの要点だけ一つ伝えるとするならば、まあ、とにかくコンパクトになってね、まあ、ジャケットなんですけど本当にまあ握り拳一つ分ぐらいのね大きさになるっていうところが、まあ、このジャケットの最大の魅力じゃないかなと思います。これぐらいになっちゃうんでね、これ見たら結構大きいな、まあ、これぐらいになるんですよ。なので、ランクインしてるのかなというところで、これ意外ちゃいます、7位でスコーミッシュ入ってくるのか、もうちょっと上やったんかなって僕個人的に思ったんですけど、まあ、アークテリクスの商品全部ある中であったら、まあまあ7位やったら上位かなというところで、これが7位ですね。次は第6位というのがですね、こちらにはないんですけども、ガンマシリーズなんですね。ガンマっていうシリーズのジャケットがあって、僕これ買おうと思ってね、ずっと春先から狙ってたんですけど、速攻で売り切れたんですよ。で、今でも在庫ないんで、ちょっと買えないんですけども、ガンマっていうジャケット、LT とかね、いっぱいあるんですけど、まあ、その LT とかはちょっと置いといて、ガンマ系列のジャケットが、まあ、これ6位にランクインしてるんですけど、まあ、スコーミッシュとほぼほぼ違いはないですね。ランキング的にもほぼほぼ票数も同じぐらいな感じですし、まあ、これはね、おいおいいつかちょっと買っていきたいなと思うんですけども、確かね、僕まだ持ってないんでね、はっきりしたことわからないんですけど、そんなに厚手のジャケットじゃないので、今時期にちょうど着れるような、さっきのスコーミッシュみたいな感じのちょっと薄手なジャケットやったんちゃうかなと思います。はい、あんま知らんけどね、というのが第6位と。そして第5位がですね、こちらにはないんですが、グランウィルというリュックになってるんですね。ここでようよう小物が出てきましたねということになってるんですけど、アークテリクスって実はジャケットとかパンツとかだけじゃなくてリュックが強いんですよ。で、カバン系がめちゃくちゃアークテリクス強いっていうのが多分先週のアンケートでも分かったと思うんですけど、おすすめのリュックなんですかっていう動画作ったんですよね。で、その中でアークテリクスの何々とか、何々がいいっていうのももちろんそうなんですけど、アークテリクス全般いいですよって言ってはる方も結構いらっしゃったんですよ。だから、まあ、このねトップ
ップ7のランキングには確かにそらねリュック入ってくるでしょう。アークテリクスさんといえばリュックのブランドといっても間違いないですよねという方もいらっしゃるんちゃうかなっていうぐらいね小物が強いので、もうこのグランウィルも、今年中に購入してまたレビュー作ろうかなと思いますので、名前がねグランウィルということで非常に覚えにくい名前をしますね。あのアークテリクスというのはジャケットも、小物もそうやけども、これ覚えさす気あんのかいと、めちゃくちゃややこしい名前で覚えさせる気全くないやないかとは思ったりするんですけども、まあ、僕がねそう思うぐらいこんだけファッションのアイテム買ったりして紹介してる僕ですらそう思うんやったら、そら嫁書いててわけわからんやろなと。聞きなじみのないグランビルとかね、でガンマとかね、でアルファとかね、それ接着剤かと。アロンアルファやったら聞いたことあるけど、アルファ SV とかアルファなんとかって聞いたことないでみたいなのがあったり、あとアトムとか出てくるんですね。アトムとかそれはあの漫画手塚治虫先生のやつちゃいますのとか思ったりするんですけども、正直覚えさせる気あるんかなというぐらい結構ねややこしいカタカナの名前がとにかく多いと。まあ、それは海外やからそりゃそうですよね。ということでね、以前から思ってるんですけども、多分この視聴者の方の中でもいてはると思うんですよ。確かにタグゾーよく言ってくれたと。もう俺前々からアークテリクスの名前覚えられへんかってなって思ってはる方もいらっしゃると思うんですけど、ご安心ください。結構ほとんどの人がそう思ってて、アークテリクスがめちゃくちゃ好きな人は もちろん名前しっかり覚えてると思うけど、あのゲームとかでもね名前覚えられへん人って言ってるじゃないですか。アイテムの名前覚えられへんとか、あのキャラクターの名前覚えられへんとか、僕そういうタイプなんですよね。あのキャラクターの名前ってあのなんかあの角生えてるやつなんやったっけとかね、図鑑で言ったら151匹目に出てくるやつってあれ名前なんて言うんやったっけとかね、あと雷とかね瞬間移動とか使ってピカーとかいうのって何やったっけみたいな感じで、なかなか名前覚えられへんかったとか言ったら、ね、このアーク覚えにくいんちゃうかなと思うんですけど、そんな余計な話したらね全然進まないのでランキングに戻りたいなと思うんですけど、次はランキングね第4位に行きます。この辺ぐらいからぐっと票数上がってきますので、こちらはね第4位に行きたいなと思います。では第4位がこちらのゼータ系のジャケットになってます。まあこれゼータなんとかってこれまたいっぱいあるんですよね。 S なんとかなんとかなんで、まあこれ着丈の問題やったりとかいろいろそんなあったりするんですけども、まあゼータ系のジャケットっていうのも結構数が多かったです。っていうのもこれまあノースフェイスとかで位置付けするならばもうマウンテンパーカーのど真ん中のところなんですよね。ちょうどゴアテックスのジャケット使ってて値段的にもちょうど中間ラインぐらい、5万円いかへんぐらいな感じで、そんなめちゃくちゃハイスペックでもないんやけどもそんな安い感じでもないというところで、まあ一番ね買ってて間違いがないジャケットっていうのがこのジャケットになるんちゃうかなと思います。だからアークテリクスの中でね、あの、まあ、ここからランキング見ていってもらったらいいと思うんですけども、アークテリクスの中で王道中の王道ど真ん中のマウンテンパーカーどれって言ったらこれなんですね。ゼータ系もしくはベータ系、まあゼータベータってほぼほぼ一緒やからね、まあ、これランキング一緒にしましたけども、ゴアテックス使ってて、でまあこういったあの1年間通じて使えるタイプの生地の厚さになっててるっていうのが、まあ、このねゼータベータ系になってるんですけど、僕がねこれ今ご紹介しているのは、確か何やったっけな、ゼータやったと思います。多分あの覚えてないんでね、ゼータやったと思うんですけど、4万4000円ぐらいの価格帯で、少し値段としてはね全然安い感じではないんですけども、まあ、10年ぐらい持てるとか長いこと着れるって考えたりしたら、まあ、そんなにめちゃくちゃ高いとは思わないんですが、こういったシンプルな感じですね。以前ねあの美女の方にね、あのマウンテンパーカーどれがいいですかって言って聞いたりとかしたりしたらね、やっぱこれはね結構ランキング入ってきました。っていうのもなんかこのアークテリクスのロゴがあんま主張しないのが逆に良かったりするっていうのは、これ女性目線やと思うんですけど、まあ、そんなことをおっしゃってたんで、あのリホちゃんっていう方なんですけどね、どうしてもリホちゃんの話をするとちょっと頬がにやけてきますけども、女子もそうなんですけども、男子的に見ても、ランキングとしてはしっかり上位に入ってくるようなジャケットということになってます。ちなみにこれ以上上になってきてもうマウンテンパーカーはないんですよ。だからマウンテンパーカーで一番高いのはこのゼータ系というふうに思ってもらったらいいかなということで、次第3位に行きたいなと思います。では第3位というのがこちらなんですよね。マンティス26、唯一アークテリクスの中で覚えやすい名前、今までめちゃくちゃ覚えにくかったけども、あ唯一覚えやすいじゃないのマンティスで、僕の動画でよく言ってますね。そこに頭の頭文字に O をつけることでお上品にもなるし少し下ネタっぽくもなるということで、おマンティス26っていう、これはもう覚えやすい。あタクゾーの動画で覚えたよって方も結構いらっしゃるんですよね。勝手に頭に O をつけることによって一気に覚えやすくなったじゃないのと、マンティス26って言われたら何やったかになるんだけど、おマンティス26って言われたらなんか上品にもなるしね、下ネタっぽくもなるということで、こちらのリュックが入ってきました。でね、この、 あのランキングの中でトップ7の中でこのマンティス26がリュックで一番トップなんですね。だから、まあ、3500人の方におすすめのアイテム何って言って、まあ、リュック部門ではこのマンティス26が一番良かったというのが、まあ、結果で出てると思うんですけど、まあ、なんせ取り扱いしやすいんですよ。日常で使うことをめちゃくちゃ考えられてる。だから小物は小物用としてあるし、大きいとこは結構ガバッと開くので大きいものも入れたり
りするんですけど、他のリュックとかやったらもっと小分け小分けにされてるからあんまり大きいもん入らないんですよね。同じような容量の大きさ26リットルってあったとしても小分けすぎて中大きいの入らへんとかね。でそれ以外にあとそもそも形が使いづらいとかなんかそういうのがあったりするんですけど、これが一番アークテリクスの中では一番僕も使いやすいなと思ってますし、僕の嫁もねこれ一番アークテリクスで使いやすいなって言ってるので、まあ、これは確かにやなと、まあ、使ってる僕も思いますので、まあ、皆さんの声も一緒やったというのが第3位ということになってますね。次は第2位に行きたいなと思うんですが、リュックもなくなって、そしてマウンテンパーカーもランク出た、まあ、次2位何出てくんの、1位何出てくんのやと思う方もいらっしゃると思うんですけど、第2位はあの大人気のあれです。こちらのマンティス2になっております。これ以前まではねマカ2って言ったりもしてたんで、マカ2でご存知の方もいらっしゃると思うんですけど、去年の夏からマンティス2っていうのに変わったんですね。何が変わったのというと、このロゴの位置とかが変わったりしてるんですけど、それね僕両方持ってるんで両方比較した動画っていうのは以前出してるんですけども、この左右上の方にねあの骸骨さんがいるのが、マンティス2になってて、マカ2はど真ん中にあるので、まあ旧式のやつは真ん中にあって新しいのは右上にあんねんなと思ってもらったらいいと思うんですけど、これが、第2位ということになってました。で去年ね僕確かねあの買ってよかったもの上半期編でもねこれ上位に入ってきたと思うんですよ。それぐらい、まあ、使い勝手が良かって、こっちにはねほぼほぼ似たような感じなんですけど、これは、マカ1やったかな、ワンサイズちっちゃい、これマンティス1っていうのもあったりするんですけど、ワンサイズちっちゃいですね。これ僕あの銀行の通帳とか全部ここに入ってるんですけど、通帳であったり印鑑であったりそれ入れるのにぴったりの大きさなんですよ。だから普段持ち歩くことないんですけど、あ銀行の通帳いるなと思ったらこれをと思って行ったりするんですが、まあ、そういう入れに僕はこの1の方は使ってるんですけど、まあ、2の方はね、まあ、これは使い勝手いいですよっていうのも、あの長財布とかも入ったりするしね、あのペットボトルなんかも入れたりとかできたと思います。はっきり覚えてへんけど確かできたかな、まあ、レビュー動画見てください。詳しくは僕もはっきり覚えてないんでね。でまあこのボディバッグの最大の特徴って何っていうと、この後ろ側にねスマホを入れるケースっていうのがあるんですよ。まあ、それが多分最大の特徴になってくるんかなと思います。ちゃんとクッション性もあるしね、スマホだけを入れれるから、こう鍵とかと一緒に入れるとスマホに傷ついたりするじゃないですか。そんな心配が全くない、スマホしか入れへんからね、こういうのがあったりするんですけど、あこのシステムいいねと思ってね、僕もちょっと来年ぐらいにこのスマホケースだけ別にしたねあのサコッシュみたいに作ってみようかなと思ってるんですけど、これはいいんちゃうかなということで第2位ということになっていました。では次第1位に行く前にちょっと番外編でね、あこれ意外と入らんかったんかとか、あまさかやねとかっていうのをねちょっとご紹介していこうかなと思うんですけども、まずアークテリクスというとよく聞くのがアロー22ですよね。リュックのやつよく見ると思うし、結構大学生とか、まあ、社会人の方でも持ってはったりすると思うんですけど、男女問わずね人気があるリュックにはなってるんですけども、今回表で言うとほとんど入ってない、えこんな入らへんのっていうぐらい、アロー系列、アローは22に関しても10何本に関しても8に関して もうほぼほぼ入ってなかったんで、あ意外やなと思ったんですけど、やっぱりマンティスの方が強かったのかなというところですね。今ちょっとそこにあるのでね、あの取ったらいいんですけど、ちょっともうタッツンめんどくさいんで、ね、ちょっとお許しください。ここにサムネ出てるでしょ、それお許しくださいというのが、意外と入らへんかったっていうところ でそれ以外にもね、あこれ意外やなと思ったのが、このね最初にかけてたアルファ SV ですわ。これはね、まあ、めちゃくちゃいいジャケットで、それは誰でも持ってたらいいって言うんやろうけど、確かに値段がね価格帯がちょっと高いということで、表もね何票か入ってたんですよ。だからトップ10ぐらいには入ってくるんちゃうかなとかと思うぐらいはあったけども、いかんせん買う人が少ない、10万円するから、もちろん服を好きな人とかは買いはると思うんですけども、まあ、一般的に向けて言うなら、まあ、そんなに洋服にお金かけはる方って少ないんかなというのが今回アンケートとって分かったんですけどね、まあ、これは満足度はめちゃくちゃ高いと思います。ただ買う人が少ないというところで票はなかったんかなというところで、アルファ SV ですね。ほんでまあそれ以外にもですね、あのまあカッパフーディーとかね、あのブレードっていうリュックとかあったりするんですけど、そんなもうほぼほぼ数は入ってなかったんで、結構人気のあるアイテムと人気のないアイテムの差が結構激しかったなというのが今回の感想ですね。はい、というのが一応ランク外ということになってて、いよいよ第1ですよね。ほんならマウンテンパーが出ましたよね。でリュックも出ましたよね。ほんで小物も出ましたよね。何が1位になってくんのというと、まさかこの季節やのにあれが1位になってきたんですね。というのが1位はこちらです。そう、アトムシリーズになってるんですね。このアトムシリーズっていうのをご存じない方のために一応簡単にご説明すると、
ジャケットなんですけど、中にね綿が入ってるんですよ。だから綿が入ってるっていうことは、今みたいなちょっと夏とかではなくて、真冬とかに着るような、だから秋口から冬、春先に向けて着るようなジャケットなんですけど、それがこの時期に入ってくる、もう抜群に票があったんですよ。ということはですよ、これこんな時期にこれ入ってくるっていうことはめちゃくちゃいいんですよね。で、僕自身も去年使っててやっぱめちゃくちゃ良かったし、嫁もねこれは私も着たいって言って、去年っていうか今年かよく着てたんですよ。で、これのね汎用性の高さは何っていうと、洗えるんですね。洗えるし、なおかつインナーにもなるし、アウターにもなるんですよ。これがね、普通綿入ってるジャケットってあんまりそういうのがないんですよね。インナーになってアウターになるのってなくて、大体アウターで終わっちゃうことが多いんですけど、これインナーにもなるから着れる時期がものすごい長いと。ほんでもって僕に関してはもう普通に洗濯機掘り込んで洗濯してるんですよ。だからこれ中綿あるやつでどうしても取り扱い難しいから、クリーニング屋さんに出していかなあかんかなと思ったりすると思うんですけど、いやいや、これ洗濯機で僕洗ってますよと。で、本来の正しい洗い方としては洗濯機で洗うことは推奨されてないんですけども、まあ、繊維の特性とかからいろいろ考えていくと、別に洗濯機で僕の考えとしては洗っても問題ないと思って洗ってますので、もう何十回洗濯機入れてるような、もう20回ぐらい洗濯機は全然入れてると思うんですよ。着るたびに洗ってるんで、まあ、それぐらい取り扱いもしやすいですし、あとね、アークテリクスの社員さんとかもこのアトム系列、アトム AR とかアトム LT とかって、まあ、そのアトム系列がめちゃくちゃ人気らしくて、全社員さんが持ってると言えるぐらいもう人気ならしいんですよ。アークテリクスの中でもね。ほんなら、アークテリクスの中で人気やねんやったら皆さん欲しくなるじゃないですか。だって社員さんが着てるんだもん、ということでね、それは欲しくなるえってことなんですけども、アトムが、まさかというか、この時期に関してはちょっと異例やと思うんですけど、第1位ということに、殴り込んできました。だいたいね、僕も分かった上でアンケート出してるからね、まあ夏時期やから、やっぱりこう涼しいもんとかがランキングのトップに入ってきたり、今の季節にぴったりのもんが余ってくることって結構多いんですよ。まあ、そうやろなとかって思ってた、中綿入ってんのがこの時期にランクインしてくんのと思ったんですけど、まあそんなことでね、アークテリクスのランキングが、出ました。だから今からちょっとおさらいするとね、まず第7位がスコーミッシュですね、薄いやつで、その次にガンマシリーズ、これも薄いやつですね。で、その次はリュック、グランウィルというリュックがあって、第4位がマウンテンパーカーですね、ゼータベータとかのやつで、第3位がオマンティス26ですよね。で、第2位が、マカ2もしくはマンティス、2という、小型のバッグでしたね、リュックになってて、で最後がリュックじゃないわ、小型のボディバッグですね。で、第1位が、こちらのアトムということになってはいてますので、まあ、これからアークテリクスなんかいろいろ買っていきたいなと思う方がいらっしゃったら、まあ、今の時期はねちょっとアトムは、また発売されてないかなと思いますので、今やったらちょっとリュックとかね、ボディバッグとか、特にまあマンティス2なんかは値段的にも5500円ぐらいかな、だからあんまそんな高ないんで買いやすいですし、まあ、これからの時期どんどん使っていくと思いますので、まあ、トライしてはいかがかなということで、本日はですね、アークテリクスの、人気アイテムトップ7を視聴者の方に聞いてみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。